はい、どうもこんにちは、クレイです。というわけで今回は無課金企画やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、おそらくですねこの動画2019シーズン最後の無課金アカウントの動画になるんじゃないかなと思うんですけれども、2019年グランドオープンとね同時に開始して約1年、いや本当にねあっという間だったなと、ただそれに尽きるかなと思います。ということでございまして、今回はですね本日2019年3月19日の更新でやってきました、こちらサムライジャパンクライマックススカウトですね、こちらについての動画なんですけれども、まあアスカ悩んでる方非常に多いんじゃないかなと思います。で僕自身も本当にギリギリまでいろいろ迷ったんですが、まあいろんな部分を考えてね結論出しましたので、今回はあえて無課金動画の方からねこちらのガチャやっていきたいなと思います。ということで内容的にはこんな感じでございまして、まずは無課金のボックス大公開ですね。これ結構リクエストいただいてて、無課金アカウントのボックスめっちゃ見たいですっていうねコメントたくさんいただいていたので、まあどっかのタイミングで一回公開してたかなと思うんですが、まあ改めてね、公開していきたいなと思います。でその後ですね、侍ジャパンの契約書の開封、これは昨日のマンスリー感謝祭の、契約書がねまだ開けてないので、そちらを、2点目に開けたいなと思います。でその後最後にですね、侍ジャパンクライマックスガチャ、まずは回すかどうかの解説を入れてから、僕自身は無課金アカウントの方で10連回していきたいなと思います。ということで、まあかなりね内容も盛りだくさんでございますし、まあ、無課金アカウントの2019集大成の動画になるかなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはですね選手ボックスの公開からやっていきたいと思うんですけれども、まあ改めてですね無課金アカウント本当にいつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。メインアカウントの動画はもちろん高評価たくさんいただいているんですけれども、特にこの無課金アカウントの動画はね、まあメインアカウントに負けないぐらい、もしくはメインアカウントよりも多いかもしれない、平均のアベレージ言ったらっていうところのね、高評価たくさんいただいております。本当にね僕自身もモチベーションになってるので、ぜひこれからもね無課金アカウントの動画たくさん見たいよって方、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。ということで、早速ですね選手ボックスの公開やっていきたいと思うんですけれども、まず S ランクから行こうかな。 S ランクはこんな感じでございます。はい、 S ランクはですねこんな感じでございまして、ずらっと総勢82枚持っております。はい、1年間で82枚無課金で正直集まると思ってなかったので、これは自分の想像以上だったかなと思います。ただまあこの無課金アカウント動画見ていただいてる方は分かる通り、ほとんど僕ガチャはそんなに引いてないので、大半がイベントの累計で、もらえてるものとか、あと確率契約書とかゴールド契約書から出たものになります。であとまあこれプレゼントボックスの方にも何人か、いる状況ではあるんですが、銀次選手、奥村選手、マックガフ選手、あとは塩見選手かなっていうところが、プレゼントボックスの方にはいるっていう感じになっています。てな感じで、82枚あるんですけれども、まあかぶってますね今年は。本当によーくこの、まあ、メインアカウントもめちゃめちゃかぶりましたが、無課金アカウントもねマジでかぶりまくりました。それを象徴するのがやっぱここでしょう。はい、まさかの甲斐野選手3連チャンで、あのシリーズ2完全移行の後のね、契約書大量開封会、めちゃめちゃあれももう伝説級の動画になったと思ってるんですけど、まあこのトリプル甲斐野選手だったりとか、まあその他もかなり S ランクかぶってるところは非常に多いのがこの無課金アカウントでございます。はい、下の方は結構やばいっすね。でそんな中で極みの選手ですね、はい、75の選手に関しては4選手誕生しました。エキサイティングの小林選手、巨人シリーズ2丸選手、柳田選手のエキサイティングからのアニバーサリー山本選手ですね。はい、この4選手を極めることに成功しました。でこの4選手ともですね全員限界突破コーチを未使用で極みに持っていくことができたので、まあそこは非常に大きかったかなと思います。ちなみに限界突破コーチはこんな感じでございまして、今現状15枚所持しております。はい、まあこの辺はちょっとまたおいおいいろいろ考えて、またここ使うタイミングも動画でねいろいろとお話ししたいなと思ってます。まああと欲を言えば OB かな。 OB のところの累計でもう少し補強ができたりすれば、まあ嬉しかったなっていうところであるんですけれども、まあでも全体的にね S ランクの引きは本当に良かったかなというか、もちろん選択契約書とかアニバーサリーとかそのエキサイティングとかっていうところでちゃんと狙い打てるところでガチャ回してるっていうのもあるんですけど、まあ累計だったり確率契約書からかなりいい引きができたりっていうところもあったので、まあその辺は今年1年かなり良かったのかなというふうには思っています。あとはミキサーを1年間この1年間一度もしなかったんですよね。無課金アカウントミキサーしないんですかってコメントとか結構いただいていたんですけど、この1年は1回もしませんでした。まあシュレッドミキサーはね、もちろんやりましたけれども、それ以外はやってないですと。でまあ無課金アカウントのミキサーに関しては2020シリーズ以降ですね、で覇王が狙えるぞっていうタイミングが来た時に、まあまた解禁していこうかなっていう感じです。あとはもう本当にどうしようもなく被った時とか、まあまあいろんなタイミングで考えておきたいなと思うんですが、またそれも、来シリーズ以降の動画に期待していただければと思います。まあ S ランクはこんな感じかな。でどっちかっていうと結構 A ランクが気になるよって方多いんじゃないかなと思うんですけど、 A ランクはこんな感じでございます。はい、先日のスタミナ2分の1でかなり育成が進みました。結構 A ランクね、この取っておくべきかとっくに混ぜてしまうべきか、悩んでいる方が多いのかなと思うんですけれども、まあ未だに僕もめちゃめちゃ迷うことは多いですし、悩みの種は尽きないんですけれども、基本的に僕は残している選手の基準としては能力が A に乗っている選手であったりとか、あとはピッチャーで言ったら球種の数が多い投手ですね、
あたりを、前提に、残していたりします。まあ、当然だから能力が A に乗るような選手っていうのは、特別レアリティベストナインタイトルホルダーとかアニバーサリーとか、っていうところとかも、当然ながら入りやすいですし、獲得できるチャンスが他の選手に比べて当然ね上がりますので、まあ、そういった部分で、ランクはしっかり取っているという感じになっております。あとは結構聞かれるところで、なんで慣れ誰選手の限界突破しないんですかと、まあ、例えばそうだな、今このラビニーはあるのかな、例えばですね、ちょっともっと下に行くと山田選手の A ランクが1枚あったりとか、実はするんですけれども、この辺なんで限界突破しないんですかってね、結構聞かれたりすることが多いんですけれども、この辺はあえてねちょっと戦略的に S を持ってるけど限界突破してないという状況になってます。でこれもねずっとね、後延ばしにしちゃって申し訳ないんですけれども、どうしてもの時以外超1や超2を作るメリットはほとんどないと思ってるんですよね。まあそれに関してちょっとがっつり語る動画を作りたいと思ってるんですけど、まあその話に関連するところで言うと、強くなるにはこのゲームどうしてもねお金っていうところももちろんかかるんですけれども、まあ、時間の部分ですね。時間がかかります。無課金でも全然もちろん強くなれるんですけれども、やっぱり時間がかかるというところで、まあ、それを短縮するためにお金を使ったりっていう部分は当然あるんですけれども、無課金で覇王に行くためには本当にある程度の時間がね絶対必要になるので、まあそういった部分で、先を見据えて今こんな感じで戦略的にやってると、一気に強くなる時に向けてコツコツと積み重ねてやってるよっていうところが、まあ、今現状の無課金アカウントかなと思います。なのでどちらかというと多分まあ2020以降かな、それこそ来年とかはまた動きというか、進め方個人的には多分いろいろ変えていくと思いますので、まあその辺にもぜひ注目して、楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。まあ本当に目標的な話で言えば、2020シーズンのうちにまあ覇王を維持できるレベルまで持っていけたらいいけどな。まあその辺ちょっと本当にメインアカウントももちろん当然ながら続けていく形にはなりますし、どっちも本気でやる形にはなるので、まあいろいろ大変なこともあると思うんですが、頑張ってやっていきたいなと思っております。さあということでございまして、ボックスの公開は以上にいたしまして、ここからですね侍ジャパンの契約書開封やっていきたいなと思います。まずはですねこちら A ランクの侍ジャパン契約書ですね、こちら開けていきたいと思います。はい、エージェントエースの方で獲得した2枚ですね、受け取りたいと思います。これ本当に重要、まずは本当にここで限界突破ができる選手、 S ランクを持ってる選手の A が欲しい。スキップします、いきましょう。はい、ドン。おー、来た、鈴木誠也選手。これめちゃめちゃでかい。これで限界突破4回。ありがとうございます。まあ、シリーズ1のものを今使ってるんですけれども、これで限界突破4回めちゃめちゃでかい。からの、もう1枚。ドン。おー、マッチいいですね。はい、松田選手も一応 S ランク、バトスタのものを持っていますので、マッチのバトスタ多分限界突破3回ぐらいまでいける形になるんじゃないかなと思います。オッケー、これは非常に大きいです。ありがとうございます。よし、ということで A ランクでかなり弾みがついたんですが、昨日ですね、深夜の方にエージェントエースを終わらせる配信というのをやっておりまして、そこでですね、エージェントエースの累計を回収して、こちら、はい、オリックス山岡選手ですね、を獲得することに成功しました。でも早速育成の方は始めているんですけれども、オーダー的にもリアタイ的にもね、本当にここが非常に大きな獲得になったなと思います。本当にこの山岡選手、球種の数と、そしてこの能力で中継ぎいけるっていうね、部分が本当に優秀すぎるので、早速育成して使っていきたいなと思ってます。はい、ということでございまして、続きましてこちら S ランク侍ジャパン契約書ですね、マンスリー感謝祭のプレゼントを受け取りたいと思います。まあこの侍ジャパン本当にね、無課金アカウント的にはほぼほぼ誰でも OK な状況です。ただエース級のピッチャーが欲しいですね。岸選手とか山本由伸選手とか大野選手とか、特に岸選手に関してはさっき選手寮のところでお見せしたと思うんですけど、 TS の A ランク3枚とか持ってたりしますので、その辺がぜひ取れたら嬉しい。いきましょう。まあ、もちろんさっき手に入れた鈴木誠也選手とか松田選手とか、その辺の S ランクでももちろん OK です。さあ、まああとは本当に被らないでほしい。被らなければ OK、 頼む。さあ誰が来る。マンスリー感謝祭無料契約書、カモン。おー、日本ハム近藤選手、ありがとうございます。近藤選手の A ランク持ってたっけな。まあでもここも全然ミート型なんで、オーダーには入ってくるはず。 OK です。ちょっと待って、 A ランクの枚数確認したい。いやー、でもあんま持ってなかった気がすんな。はい、こちら、うん、持ってないっすね。うわ、マジかー、近藤選手の A 持ってないか。あー、こっちにも多分なさそうですね。あー、今まで縁ないところ来たな。うん、ということでございます。ちょっと限界突破時間かかりそうですが、まあとりあえずは OK かなっていう感じですね。はい、というわけでございまして、続きましてこちら侍ジャパンクライマックススカウトですね。はい、大変お待たせいたしました。こちらについての話していきたいと思うんですけれども、内容的には10連で S ランクの侍ジャパン選手が1人確定という内容になっています。これ自体はめちゃめちゃ激アツ案件です。で、無課金アカウントでも回すべきかっていう話なんですけれども、結論から言うと一番最優先にすべきなのはグランドオープンです。はい、グランドオープンが最優先というところは前提に置いとき
きたいと思うんですけれども、まあ、その上でグランドオープンまでにじゃあどれぐらいエナジー取っておけばいいのって話で言うと30連から40連分ぐらいは少なくとも置いておきたいところなんですよね。なので750エナジーから1000エナジーぐらいあると、まあ、グランドオープンのガチャ、まあ、ある程度回せるんじゃないかなというふうに予測をしております。で、それを前提で考えるとそれ以上のエナジーがある人、今僕も1683エナジーあるんですけれども、それ以上のねエナジーがある人で侍の狙いが非常に多いぞという方に関してはこのクライマックススカウトね、GO で OK かなと思ってます。ただそれ以下のエナジーの人に関してもですね、侍ジャパンに本当に狙いが多ければね勝負かけてしまっても OK かなと思います。どっちにしても今10連分か20連分ぐらいしかエナジーないぞっていう方とか、なかなかグランドオープンそんなに回す予定ないぞっていう方に関しては、まあ、このクライマックススカウト10連で特別レアリティ無料ってなかなか今までもなかったので、まあ、勝負かけてもらってもいいのかなと思います。まあその目安ですね、侍に狙いが多ければの多いってどれぐらいなのかっていうところで言うと個人的には 50% 以上かな、半分以上が狙いオーダーに入るぞっていうぐらいであれば、まあ回してもいい決断になるのかなと思います。逆にそれ以下だとまあ渋い確率かもしれないんですけど、まあその辺は最後自分の手持ちだったりとかエナジーの数と、相談していただけるといいのかなと思います。はい、というわけでございまして、まあ僕自身はねいろんなことを加味した結果今回このガチャ回すことに決断したので、今回はこちらを最後10連して終わりたいと思います。2019無課金アカウントの動画ラストに引くラストのガチャでございます。じゃあ行きましょう、お願いします。いやー引いた、久々にガチャ引いた。 S ランク限界突破高知付きガチャはね引いてますけれども、それ以外のガチャは本当に久々に引きました。さああとは問題は誰が出るか。あとはこのガチャ素晴らしいのが S ランクが出たら侍ジャパン確定なんで、2枚以上引くことができれば絶対に侍ジャパンが出ます。さあ途中で止まってくれ、まずは途中で。おうわー、いやー今来たかと思ったけどなー。高橋優希選手の A ランクありがとうございます。 A ランクは侍ジャパン確定じゃないんですよね。はい、まあでもワンチャンあるぞ。途中止まってくれ。6789ということで2枚引きは当たらなかった。ただラストオーダーに入る選手が来てくれれば大勝利です。かぶりだけはやめてください。2019年無課金アカウントラストお願いします。カモンよー、カモン、よーし、オッケー。殿崎選手ありがとうございます。あんまり多分殿崎選手の話してなかったと思うんですけど、殿崎選手に関してははい、こちら限界突破3回分しっかり持っております。そして育成もね完全に完了しているので、まあこれは多分オーダーに入ってきますね。はい、ということで完璧でした、ありがとうございました。